サタンにやってきました。今日25度ぐらいになるそうです。かわいい、なんかピンクのとこ発見。アイス、ブルーウェーブとマンゴー。はい、2日目また空港にやってきました。さっきの青いアイスを食べたから口の色がおかしくなっちゃったけど、また今から移動します。飛行機に乗って。さて次はどこに行くのでしょうか。楽しみに。移動中です。日差しがすごい、今日はいい天気で良かったです。これからホテルに向かいます。ついにお部屋に到着しました。今日来たのはザ・シギラです。ザ・シギラのすごくいいお部屋に来ました。はい、今から入っていきたいと思います。わーすごい、プールがついてます。こっちにはお風呂もついてます。でもあっちにもお風呂があるぞ。ここは？あ、サウナかな。サウナっぽい。あ、サウナついてます。お、アメニティがブルガリです。さすがです。さあプールに入りましょう。イエーイ、やばい、すごいぞこれ。明日の朝超楽しみの一大イベントをやるんで楽しみにしてください。やばい、本当にいいね、最高。ついに来たぜ。もうガンガンに日焼け止めを塗ってきたんで、今日はこのために。では水着に着替えたいと思います。落としてすっぴんで、バスローブに着替えました。夜だとまた雰囲気が違ってすごいムードがあっていい感じです。フルーツ、冷蔵庫にフルーツがありました。この2日間いろんなとこ行って、ほとんど寝る時間もなく朝からずっと動いてたので、まあ、今日もあんまり寝れないけど明日の朝のお楽しみがあるから、今日はこの辺でそろそろ寝ようかなと思います。これがずっとやりたかったんです。これが今回の一番の楽しみでした。かわいい、人生初のザ・シギラでのチームハッシュです。最高。さあ、今ですね、バニラとサーピオンをピックアップしました。どうでしたか。楽しかった。楽しかった。うらやましい。どうだった、一晩。もうね、全然時間足りなくて。時間足りないよね。水着を4つ持ってきたの。水着を4つ持ってきた。2つ分しか取れなくて最初、はい、で、今日もう1個来て、あともう1個分取りたかったんだけど、まあそれぐらい反応した。あ、羨ましい。また来たいですか。来たい、絶対来たい。羨ましいな。やっぱりあの宮古島シギラ、今までバニラが泊まったいろいろなホテルの中でも、ベスト5に入りますか。もうベスト1かもしれない。ベスト 1? このシギラの楽しい、シギラの関係者が見てたらやばい、大喜びだね。ね、
はい、結構その男のスタッフの方を待たせてしまって、うん、ずっと立ってね待ってたよね。でもすごいニコニコして、はい、すごい素晴らしい対応してもらって、やっぱさすが一流のホテルだなと思って。これは嬉しい。コメントに抜かりがないね、バニラ。一番ですか、マジで。いや一番かもしれない。なんかこんなになんか長時間ホテルの中に、うん、部屋の中にいたいなって思うことがあんまりなくて、ね、いいなって思うホテルではいっぱいあるけど、なんかこんなホテル一日過ごしたいって思ったことはないかもしれない。でなんか、はい、いや宮古島自体初めて来て、うん、宮古島どういう印象でした？いや私あんまり太陽が得意じゃないから、紫外線アレルギー持ってるから、はい、あんまりそういうちょっと南の島的なところは、うん、あんまりリゾート系は苦手だと思ってたんだけど、思ってたけど、うん、全然イメージ変わっちゃった。また来たいって思って。宮古島また来たい。また来たい。ハカゲンジにもまた会いたい。会いたい。おお。余計なこと聞いたことない。今回総括としてどうでした？120点満点出ました。羨ましい。はい。でも本当にありがとうございました。はい。追っかけこんなね。泊まってるところまで追っかけてきて。本当ですか？はい。また遊んでください。ぜひ。ありがとうございました。今舞浜ビーチに来ました。暑いのでお店の中に入ってきました。ご飯が食べれるみたい。今日もアイス。今日はなんだっけ、ブルーなんとかとパイナップルとチョコ。もうねアイスないとね暑くてやってられないです。もう主食アイスでいいぐらい。いただきます。紅芋塩バニラ。このソーダ味がめっちゃ美味しい。紅芋塩バニラ。沖縄そばを焼きそばにしてるバーベキューソース味です。めっちゃ美味しい。これ太いけど、あもう終わっちゃった。美味しかったな。